FM ルピナスをお聞きの皆様、こんばんは。こんばんは。今週もまゆみんの図書室朗読の時間が始まりました。いや、今週も招いていただいて本当ありがとうございます毎回ヒヤヒヤもうあんたは出なくていいっていう時がね、次から今回で最後かな、いつもそんな気持ちでね今日もやってきましたけれども、本当にいつも、ねお願いして、今週もお願いします、ね、いや今日は収録ね、もう今日が最後かもしれない、今日スーツで決めてきましたからね。もう素敵ですね。どうですか？はい、はい、とても素敵です。今日はね、ありがとうございます。あったかい日でね、今日収録は実はね、はい、種明かししますとね、はい、12月の18日の土曜日 ね、収録をしておりますけれども、はい、今日はすごくいいことがありましたからね。そうなんですよ。何があったんですか？ありがとうございます。あの娘の今年成人式なんですけれども、それ の前撮りっていう、最初に着付けをして写真を撮っていただくっていうのを今日やっていただいたんですよ。娘さんの名前、じゃあちょっとヒントでね、はい、M で始まって M まで始まって E で終わるんでしたっけ？そうなんですよね、はい、まで始まって E で終わる名前だいたい予想はつくと思いますけれども、はい、どんな名前があるかな。どんな名前がまで始まって E でしょ。1個しかないじゃないですか、それだと。もう本当、いやいや、間に、うん、あの酢とか入れたら、まあ、酢まあ酢いまスイまスイちゃん、まスイまスイちゃん、ちょっと変ね。はい、じゃあまとイの間に、はい、あのリを入れたらマーリーちゃん、マリーちゃん、マリーちゃんも可愛いけど、マリーちゃん、なかなかそういえばまで始まってイで割るのって、うん、本当だ、うん、ね、はい、はい、ね。MAI さんですけれども ね、はい、ありがとうございます。今日はあのそうよくお化粧してもらったし、したらとっても綺麗になって、本人もご機嫌で、はい、どんな写真をちょっとパッと出しましょうよ、ここせっかくだから出していただけるんですか、ね、本当に。はい、じゃあこちら、はい、3、2、1、ポン。おー出てるんですよ今ここに。技術ね、はい、今度ぜひね、こちらの女性の方にもね、この番組に出ていただけるように、まゆみさんちょっと交渉していただいてね、はい、はい、これ全世界流れてますから交渉するって言って、交渉決裂とかねいうことになると大変ですからね。本当ですよね、はい、交渉、じゃあ次回来週ね、ぜひあの来ていただいて、収録に参加、それはまだわからないんですけど、でもあのそんな日が来たらいい、うん、あのいつでもこの席お譲りしますからそんなもうあのやめたいんじゃないですか、なるべくねいていただきたいなと思っておるんですけど、いやもう話すことがないでしょ確かに、ね、そうですよね、一人でいつもね話していただいてますから、いつも話すことって何話そうかなって、もう本番の、ね、1分前までまだ考えてないっていうね、すごい、うん、今日まださ、最初よく残して台本、ね、今日も立派な台本ができてます。塚越って書いて、塚越ってこれ、まゆみんさんのことですか？ね、そして、バラしちゃダメなのね。こうあるっぽく、あるふうに置いてあるけれども、はい、じゃあ、はい、どうぞ。はい、あの今週もあの朗読をさせていただくんですけれども、今週は先週に引き続き、あの先週は中原中也さんの詩を朗読させていただいたんですけれども、うん、あの先週ね、あの楠本さんが中原中也さんの詩集は高村光太郎さんがあの装飾したんだよっておっしゃってたんですけれども、うん、私高村光太郎さんの詩を本当読みたいと思ってたんですけども、ちょうどいいなと思って今週は高村光太郎さんの詩を朗読させていただきたいと思います。いやそれは素晴らしいですね。ありがとうございます。それにしてもまゆみんさん、一段とお綺麗になられましたよね。いやいや、ここ書いてあるから読んだだけなんですけどこれ今これ今日の台本ですよって渡されて、でそこでいや何をおっしゃるんですかっていうのもここに書いてあるじゃないですか。それに対して突っ込むんですよね、ここ突っ込むところ、
知ってるでしょ知ってるでしょって私がお綺麗になったことを知ってるでしょってことなんか、ね、いや先週教えていただいたから突っ込むのをいや今週使おうかな ここは知ってるでしょうかいや別にいいんだけど私がお綺麗だということを知ってるでしょっていうのはちょっとね、楠本さんに頼ってばっかりじゃなくて、はい、自分もこう突っ込んだりできるようになりたいなって思ってて、うん、じゃあ高村ね、幸太郎さんでございますけども、はい、高村幸太郎さんの奥さんって名前なんて言いました？千恵子さん。千恵子さん。それこそ千恵子。ああ、千恵子賞。千恵子賞の、はい。ね、千恵子さんっていうと、千恵子さんのね、亡くなった日っていうのはあるね、記念日になってるんですよね。何の記念日になってるか、さあどうぞ。知らないです、本当に。え、知らなかった。え、知らない。本当にバナナ記念日とかさ。レモン、そう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 。レモンアイカっていう詩がありますもんね。そう、だからレモンの日なんですよね。へえ、そうなんですか。そうそうそう、10月5日っていうのはこれは、このレモンの日とね。なんでレモンの日っていうかっていうと、高村ね、幸太郎が読んだ歌にちなんでね、はい、付けられてますけれども今言っちゃったやつで、はい、レモンアイかな、最後そう、ね、レモンかじったっていう、そうそうそう、虫です。そうですよね。あ、ね、千恵子さん、レモンアイかってどんな始まりでしたっけ？すいません、どんな始まりですか？え、今日もうこのね、収録をね、もうそんなにもう待ってたんですよ。ね、待ってました今日という日を、はい。もうそんなにもあなたはね、待ってなかったんですか今日の日を。待ってたんですけど。でしょ？ええ、いやー、待ってたらね、それぐらいはレモンアイカの始まりね。もうそんなにもあなたは本当に今日という日をね、待っててくれたっていうような思いがね。はい、あ、ちなみにレモンアイカの、はい、始まりっていうのはね、はい、そんなにもあなたはレモンを待っていた、これだけヒントをあげてたじゃないですかね。これで始まるレモンアイカね、詩人高村光太郎の知恵子賞に収められている作品ですよね、はい、ね、これにちなんで、知恵子さんが亡くなった10月5日っていうのはレモンの日とされましたとさ、ちゃんちゃんということでございますね。そうなんですか。はい、さあ、はい、私の話、はい、タイムは以上で終わりですね、はい、じゃあ今日も元気でさようなら、はい、じゃなくて、あ、これからが本番ですね。では早速お聞きください。童貞、僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。ああ、自然よ、父よ。僕を独り立ちにさせた広大な父よ。僕から目を離さないで、守ることをせよ。常に父の気迫を僕に満たせよ。この遠い童貞のため、この遠い童貞のため、レモンアイカ。そんなにもあなたはレモンを待っていた。悲しく白く明るい死のとこで、私の手から取った一つのレモンを、あなたの綺麗な歯がガリリと噛んだ。トパーズ色の好奇が立つ、その数滴の天のものなるレモンの汁は、パッとあなたの意識を正常にした。あなたの青く澄んだ目がかすかに笑う。私の手を握るあなたの力の健康さよ。あなたの喉に嵐はあるが、こういう命の瀬戸際に、知恵子は元の知恵子となり、生涯の愛を
一瞬に傾けた。それからひとときでしたような深呼吸を一つして、あなたの気管はそれなり止まった。写真の前に刺した桜の花影に昔三点涼しく光るレモンを今日も置こう。樹下の二人、道のくの足立ヶ原の二本松、松の寝方に人立てるみゆ。あれがあたたら山、あの光るのがあぶくま川。こうやって言葉少なに座っていると、うっとり眠るような頭の中に、ただ遠い夜の松風ばかりが、薄緑に吹き渡ります。この大きな冬の初めの野山の中に、あなたと二人静かに燃えて、手を組んでいる喜びを、舌を見ているあの白い雲に隠すのはよしましょう。あなたは不思議な先端を、塊の壺にくゆらせて、ああ、なんという幽妙な愛の海底に人を誘うことか。二人一緒に歩いた十年の季節の展望は、ただあなたの中に女人の無限を見せるばかり。無限の境に煙るものこそ、こんなにも上位に悩む私を清めてくれ。こんなにも苦渋を身に負う私に、爽やかな若さの泉を注いでくれる。むしろ魔物のように捉えがたい。妙に変幻するものですね。あれがあたたら山、あの光るのがあぶくま川。ここはあなたの生まれたふるさと。あの小さな白壁の点々があなたのうちの酒蔵。それでは足をのびのびと投げ出して、このがらんと晴れ渡った北国の木の花に満ちた空気を吸おう。あなたそのもののようなこのひんやりと心よい、すんなりと弾力ある雰囲気に肌を洗おう。私はまた明日遠くへ去る。あの村井の都、混沌たる愛憎の渦の中へ。私の恐れる、しかも執着深い、あの人間喜劇のただ中へ。ここはあなたの生まれたふるさと。この不思議な別個の肉親を生んだ天地。まだ松風が吹いています。もう一度、この冬の初めの物寂しいパノラマの地理を教えてください。あれがあたたら山。あの光るのがあぶくま川。あどけない話。千恵子は東京に空がないという。本当の空が見たいという。私は驚いて空を見る。桜若葉の間にあるのは、切っても切れない。昔なじみのきれいな空だ。どんより煙る地平のぼかしは、薄桃色の朝の湿りだ。千恵子は遠くを見ながら言う。あたたら山の山の上に、毎日出ている青い空が、千恵子の本当の空だという。あどけない空の話である。ありがとうございました。今日もあの詩を読ませていただいて、今日は高村光太郎さんの詩を読ませていただきました。今日も早稲田オープン塾の提供でお送りさせていただいております。引き続きご覧ください。
はい、ありがとうございました。いやー、もう高村光太郎さんね、素晴らしいね、詩を書いてられて、やっぱりこう急にね、もうレモンのその酸っぱさというか、レモンっていうと何を想像します？さっきのね、最初の出だしのね、酸っぱいね、レモンの香り、今思い出してみて、レモンの酸っぱさを感じた時ってありましたか？ありますね。いつ？レモンを食べた時。ああ、もうちょっとこう何かね、風情があるような言い方とかね。忘れられないのは、中学生の部活の時に、レモンの輪切りを蜂蜜とかお砂糖につけたものを持ってきてくれる人がいるじゃないですか。それをもうね、苦しい時に食べた。でもそういう時で忘れられない。酸っぱくないんですよね。なんですよね。そう。いや今ね、なんかね、もうレモンを思い出すだけでね、もう出てきちゃう。うん。そう。食べたことあるんですか、レモン？レモン？はい。もうしょっちゅう食べてますよ。本当ですか？なんでレモン食べるってそんなに。いや、レモン食べるっていうか、かけるって感じかな。この間も焼肉だったから、なんか肉を食べてる時レモンがあったような、なかったような。あれ、一緒に肉食べに行きませんでした？肉食べに行ったことなかったですかね？あったかもしれない。唐揚げみたいな。唐揚げ、ああそうかも。唐揚げついてるんです。あれ、なんでレモンがついてるんですか？レモン、なんでですか？ね、そばによくレモンで、でもおじゃーとかけたりとか、消化的な。ね、どうなんですか、そのあたり。知らないです。じゃあ娘さんにそのあたりを解説してもらいましょうか。娘何か言ってたかも、本当に。あ、本当に。なんか言はい。ああ、そうなんですね。じゃあ今度どこ食べに行きます？はい、何食べたいですか？お蕎麦とか。蕎麦。ああ、蕎麦ね。はい。はい、じゃあ蕎麦ね。それから寿司。うん。そう。いや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 、もう本当に素食でございます。あ、そうなんですね。うん、素食がいい。はいはい、そう、高村光太郎さんなんですけど、うん、私やっぱり教科書で知恵古書の、うん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 、詩が気に入っちゃったんですよ。あどけない空の話っていう、あたたら山の、うん、ほら、知恵子は東京には空はないというみたいな。あたたら山の山奥にある空が千恵子の本当の空だというみたいな有名な詩があるじゃないですか、うん、あどけない空の話っていうんですけど、あれを読んで、どんな高村光太郎さんっていうのはどんな人なんだろう、千恵子さんってどんな人なんだろうってその時まだ知らなくって、娘さんのことを書いた詩なのかなとか思ってたんですよ。それで興味を持って、うん、こう調べてみたら奥様だった。しかも奥様が、ね、結婚した時にすごくその先進的な考えを持っていた女性で、平塚雷鳥さんのなんかこう主催する何かに入ってたような人だったみたいなんですけど、こう精神的に病んでしまって最後、ね、大変な思いをされたみたいですけれども、高村光太郎さん、千恵子さん、あ、千恵子さんね、千恵子さんで、それでね、レモンをかじる時とかももう本当に、うん、いよいよもう話とかも会話もできないような多分状態だった時みたいな時の歌ですけれども、それで高村光太郎さんってすごい優しいんだな、奥様思いなんだなみたいなところで、でももっと知りたくって、でも詩だけだとなかなか理解ができないんで、そしたら本屋さんで小説知恵古書っていう本を見つけたんですよ。それが佐藤春夫さんっていう作家さんが、うん、お友達みたいなんですけど、高村光太郎さんの、それでその知恵古書のことを小説に書いて、2人のことで、その中でその詩が、この詩ができた時ってこういうような感じだったんだよみたいな小説に書いてくれたものがあって、それがね、高校生の時の愛読書っていうか宝物じゃないんですけど、それを持ち
歩いて。いやなんかさ、今さっきからね、こうあの粗食の話をね、してるから、それをね、それを高村光太郎さんと結びつけてくださいよ。言ってくれるのかと思ったのに。何か。今日はね、高村光太郎さんのことが。いや高村光太郎さんって、ね、奥さん千恵子さんがね亡くなった後っていうのはね、粗食になったんですよ。その話持っていくために粗食の話をしてたのに、それがそうなんです。いやいやいや本当にね、まあ実際粗食といっても、まあ自然食っていうのかな、そういうものを食べるようになったんですよね。あ、そうなんです。そう。そう、あのそういうの聞いたことなかったですか？知らなかったです。おお、いやいやいや、なんですか？それ奥さん思いの、奥さんが持ってるの。どうなんですかね。じゃあ次回までの宿題で調べてきていただけますか？でもね、その粗食自然食といっても、このタンパク質系のものをね、食べなかっただけで、かなりまあグルメだったことはグルメだったみたいなんだけどね。ただそういう形で食生活にも変化が生じたということをね、農耕自炊政策、生活っていうのかな、そういう形になっていたということはもうね、光太郎ファンの中では光太リストの中、なんとか光太リストって言わない？なんだっけ、あのハルキー、ハルキーさんの場合なんて言うんだっけ、なんて言うハルキニスト、ハルキー、ハルキストなんかそういう感じでね、光太郎ファンさんの中ではもう有名な話だと思いますよ。ぜひそのあたりもね、豆知識として次回はね、事前に勉強しておいていただけるといいかなと思います。では、今日は23日ですから、はい、もうね、次回はやるの、30日は、ルピナスの放送の、放送放送という、いやいや、やってくださいよ。やりますか、30日。30日、別にその当日やらなくていいんで、収録をしておけばいいんですからね、ぜひ、はい、じゃあ楠本さんもますます あのご活躍でメリークリスマス、ね、この放送の時、楠本さん話が合ってないメリークリスマスって言って何も言ってくれないから、明日がクリスマスイブでしょ。そうですね、ね、はい、クリスマスイブはどうやって過ごすんですか、ケーキを食べるとか。ケーキ、あーケーキね、一緒に食べましょうか、ここで。あ、これね、ここでって、今日だからケーキがあったらよかったのにね。そしてあのクリスマスね、本当だ、はい、じゃあここでちょっとジングルベルを歌ってもらいましょうか。3、2、1、スタート。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴るって歌でしたっけ。じゃあ赤花のトナカイ、3、2、1、スタート。真っ赤なお花のトナカイさんは、あ、それ終わり。楠本さんも何か歌ってくださいよ、歌を上手だから。歌？はい。まゆみんはいつも朗読大好き。ありがとうございます、本当に。今日もこんなに盛り上がってる一人で、でも大衆も朗読の番組やりたいようなので皆さん見てください。2021年まゆみんはいろんな番組で MC やったり、歌ったたり、踊ったりはしてないけど、ピアノも弾けるし、来年すごいよ。ありがとうございました。どう？すごい、これ使わないでしょ、ここ。ここは時間的に、いや、ここね、はい、流したらね、アクセスボーンかも、もしくはガターンかも。本当ですか？うん、じゃあ流さないと、はい、ね、はい、うん、大事なか、大事です、はい、はい、じゃあどこを切る？どこ切る？私が喋ってるとこ、大体私がそこ切りますか、じゃあ、はい、ということで、はい、では、ありがとうございました。では、メリークリスマス。皆
明日でしょ、メリークリスマス。あ、明後日っていうかね、明日がイブだからね、素敵なイブをお過ごしください。さようなら。